納豆の山口納豆ったらもう結構全国的に有名でしたから、あの当時。今でも真鍮納豆やってるところはほとんどなくて、ただ意外とうちにはその部分はまだ注文来てますね。だ色物ってのはいろいろやっぱそこは一つの山口の特徴でもあるかもね。真鍮とかアルミとか銅とかをやってるというのは。昭和23年ですよ。ろくろでやっぱりやるで、その時に焼けた自動機があったんで、それを機械さんを譲ってもらってね、でそれをもとにでその自動機を車内で作ったんですよ。で自動機を作ってロープロープから自動機にセットしてね、これでやるとこうまっすぐこう行くものが曲がらないものなんで、山口のナットは精度がいいよ。それでね、昭和49年にねアメリカ の, ナショナルマシナリーっていうね、その圧造機の、まあ、世界一番メーカーが外で見て、あ、これはもうね切削でやってる機会がないっていうんで、昭和50年に1号機入れたんですよ。帰ってきてすぐ、その会社を取り巻く環境っていうのはものすごい変わってきてるわけですから、多分僕が思うのはやっぱりその3代目は3代目の、山口納豆を仕切っていく役割があるのかな。夜を遅く回せないんですね、隅田は。で埼玉県の今、久喜市になりましたけど栗橋というところで24時間無人で回す。自分がイメージしたものの形の通り搬送もできて、変形も予想通り動いて、そして品物ができて、で図面をクリアしたって、まあ、全てをクリアした時が一番大事なんですけども、やっぱり喜ぶってそうですよね。そのものって自分が発想したもので形になるってそうですよね。
際車関係の部品が多いんでね、実際見えるところには使われてないですけど、自分の部品が一つないだけでも車が動かないとかね、そういうことになりますんでね、ある意味すごいとは思いますよ。単純な部品かもしれないんですけど、それがないとあんだけね、いろんなこの技術の粋を味わった車が動かないと。結局図面があって、その図面っていうのは紙じゃないですか。紙からその紙をもとに物体が生まれるっていうんですかね。でそれをまた、独自な、形状とかね、そういうのでなるたけお客さんにこうご提案をして、使っていただこうっていうような動きが最近の動きですね。複雑な形状にネジを立てるっていうことができるんですね。それはなぜかというと、こういう機械を後ろの中で組み立てたりしてるので、形状に合わせたタッピングの機械を設計製作するというのも山口ナットの一つの特徴で、そういうエンジニアリングの部門があります。金型自身の素材から加工し、部品を加工して一つの金型にするっていうことはやれてなかったんですよ。パートナーと今日協力してこの現場を作って、そこに埼玉から彼がいます。でも彼は金型壊れたり摩耗したり失敗したりってもの何個も知ってるから、だから使い勝手のことを分かってものを作ってるから、ああ面白いなと。設計から型からフォーマーから完成まで車内でやる。その解析じゃなくて実際に材料を、ね、入れて込めて打ったらできちゃったとか、そういうサンプルをこう持って営業歩いてると、そんなのできるのということになるわけですね。日本人がやっぱお互いいいもん作ろうっていう風に工夫を重ねていかないといけないんじゃないかなと思います。